福岡県道24号福岡東環状線は、福岡県福岡市東区から福岡市博多区に至る県道である。福岡都市圏の東部を走る。起点は福岡市東区千葉屋5丁目で、終点は福岡市博多区月熊5丁目。福岡都市圏東部の環状線の役割を果たす目的であるが、福岡県道607号福岡笹栗線以北は、 経路の入り組んだ狭い2車線道路であり、都市計画道路の計画上は未整備である。起点である、シー山道口交差点からシー宮本殿までの区間は、シー宮本殿への山道でもあるため、地元ではシー山道とも呼ばれる。一方、地域高規格道路の都市圏自動車専用道路等の候補路線である福岡東環状道路は、九州自動車道。 福岡インターチェンジ方面から福岡高速道路、月熊ジャンクションまでの間を結ぶ高層段階の路線である。福岡東環状道路の一般部として、また福岡県道24号福岡東環状線のバイパス道路として、2006年現在、福岡笹栗線以南のカ谷町の大木橋交差点から博多区の龍下寺北交差点までが6から4車線で、 整備済まされている。つまり、福岡笹栗線と国道3号との間で環状線として利用できる。なお、龍家寺北交差点を直進するとそのまま、福岡外環状道路、福岡高速5号線に接続する。なお、同バイパス区間は、将来的には福岡東環状道路の高架部も、建設可能なように用地や福音が確保されている。 また、龍下寺北交差点も、福岡高速2号線側が、アンダーアッパスとなっており、福岡高速5号線側から、高架道路を伸ばして福岡東環状道路の、高架部に接続することも可能である。福岡県道24号。ありがとうございます。